こいつ、殴り殺せ。聞こえなかったのか？こいつを。殺せ。同じ東卍としてのけじめだ。あの八戒が別人みてえにビビってる。兄貴、そいつはこの辺がブラックドラゴンの島だってこと知らない？んなことは聞いてねえぞ。つまり俺の命令は絶対だ。破壊をあんま追い詰めんなよ。後でたっぷり教えてやる。兄弟って言ったってユズハは女だぞ。俺が絆だ。いい加減にしなよ。ひな、タケミチ君、お願いだ。あっかい、タケミチ君。兄貴、あ、やめるよ。トーマンをやめるよ。だからタケミチを離せ。交換条件だ。ブラックドラゴンとかめんどくせ。やるしかねえだろう。まさか八戒がブラックドラゴン総長の弟だとはな。幹部全員集まったな。入れ。この前タケミッチがブラックドラゴンの頭にボコられた。つまりこれはブラックドラゴンの宣戦布告だ。一回ぶっ潰したチームだ、余裕だろ。タケミッチはブラックドラゴンの島が分かんなくてしょうがねえとして、総長の弟だしね。それを隠してやがったしな。言い訳するつもりはねえ。2番隊副隊長島八戒、本日をもって東京卍会を辞めさせていただきます。それでいいのか？お世話になりました。俺は認めねえよ。え？